でも吉野さんが海外行かれた時って、その FIFA の国際ルールが変わる前ですかね。あれなんですよ、行って1年後ぐらいです、16歳ぐらいの時に。あ、なるほど。急に試合出れなくなっちゃったんですよ。当時なんか、久保建英選手とかがダメで帰ってきたじゃないですか。その時、自分がそんぐらいでしたね。17ぐらい、16、17。はい。クソってなりましたよ。本当にここ最近の話で、今後どうなるかも正直わからないので、じゃあ今どういう状況なんだっけとかっていうのは本当にキャッチアップ常にしておく、いろんな人から情報を仕入れておくっていうのは本当に大事かなと。言っちゃって変わっちゃったらもうしょうがないですけどね。